松田学です。今回は特番ということで、この松田政策研究所の動画の中でですね、これからいろんな方とお話をしながらですね、日本の将来について考えていきたいと思ってます。本日はですね、私が昔からお世話になっております一般社団法人日本らしさ地域らしさ研究所の理事長で、ありまして、作家ジャーナリストであります山村明義先生にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。まず山田先生、ちょっと簡単に自己紹介をしていただけますでしょうか。はい、はい、もともと山村清志と申します。もともとは私自身はそのジャーナリストの出身なんですが、文藝春秋とか新潮社とかですね、大手の出版社でずっとこうジャーナリストをやらせていただいてたという経歴でございますが、いろいろ思うところがありましてですね、やっぱり日本のものっていう独自のもの、あるいはそういう日本のそのいいところですね、そういったところもですね、見ていかないと、どうもマスコミの世界にいると、悪いところばっかり見てしまうというですね、そういう傾向が出てきてしまうもんですから、やはりいいところもですね、両方見ていくということがバランスがやっぱり大事だと思います。そうですね、本当にいろんな報道を見ても悪いところはすぐこう皆さん興味関心があるか売れ行きがいいのかですね、そこばっかり出てくると世の中悪い人だらけみたいになっちゃってですね、そうなんですよ、自分の国まで悪い国だみたいになっちゃって、はい、本当にこれはどうしたら、そういう中で私も国会議員やってましたが、当時保守系の政党 で、はい、で保守って何なのかっていうのをずっと考えてきたんですね。それで私がたまたま改革保守っていう政党にいたもんですから、はい、じゃあ改革でない保守って何なんだということがあったんですけども、どちらかというと保守というのはですね、本来の保守というのは日本の国を、国家としての日本を捉えた時ですね、統治機構としての国家と、これは時代だとも変わるわけですね、でこれを大事に守って改革は全身的にやるっていうのが一つあるとすれば、もう一つ本当のその保守の共通しているのは日本の歴史的伝統的、文化的民族的な共同体としての国家、これが大事だと考えて、でこれを守るために、統治機構の国家はですね、場合によっては大胆に変えていくというのがもう一つの保守なのかなと。そうですね、国体は変えないけども、政体はいくら変えてもいいというのは、これが保守の一つのあり方だと思いますね。そうですね、でその意味で山田先生のされている日本らしさということをどんなふうにお考えか、ちょっと。これは私の社団法人のですね名前につけた理由で、いろいろ日本らしさというとナショナリズムに近いという見方をされる場合も多々ありますんですが、そうじゃなくて普通にですね日本人として、例えばその世界に旅行に行くとか、ビジネスに行くとかっていう時もなんとなくご飯が食べたくなったりですね、味噌汁が飲みたいとか、最近でいうと大坂なおみ選手がテニスのですね、最後のシーンでそうでしたね、ごめんなさいと、勝ってんのにごめんなさいって言っちゃうの何、みたいなですね、でそういうこう日本人なら日本人のその特有のその素振りとかですね、生き方っていうのがあるじゃないかと、ありますね、そういうのをこう戦後は日本人ではどうしてもこうなんかそういうのがなんか大事にしないって言いますかですね、でそれをこうある種気恥ずかしいというようなことを考えてきたような方も多く見受けられると思うんですね。そうですね、そうですね、なんか日本って最近の日本は過去を否定してるっていう感じですね、戦前を否定し、そして江戸時代も否定しですね、日本そのものを否定してるのがインテリだみたいな感じがあって残念で、日本って素晴らしい国だっていうと途端になんか極端な
な愛国主義者みたいな話になって、はい、でも日本っていい国だなっていうのはごく普通の国民が共通して持ってる感情だと思うんですね、はいはい、でそれを引き出していくっていうのもですね、これも一つの路線だと思って、はい、まあ、特に海外なんかも私もいろいろ経験ありますが、どの国も共通の愛国心どの国も持ってるわけですね、うんうんうん、せめてそれぐらいの愛国心を持つことを別に恥ずかしがらずですね表現していくっていうのは、そういうことができて当たり前だと思ってますけれども、そういう日本にとって今大事なこと、たまたまつい最近亀井静香先生と対談する、はい、ある雑誌で対談する機会があって、亀井さんはその民主主義っていうのはもともと欧米で多数決なんだって言うんですね、はい、で多数決っていうのは多数を取ったところの応募を許す仕組みで、はい、本当は少数者ってのはたくさんいて、で本当は日本っていうのはみんなで何度も何度も話し合ってみんなで納得してこれでいこうっていう談合なんだと、談合こそ日本文化なんだと、まあ、談合って言葉はふさわしいかどうか分かりませんけれども、もう政治の仕組みから考えてもどんなのが日本のらしさで大事なのは何なのかなと思うんですが、いかがでしょうか、まあ本当矢をよろずの神の世界ですね、はい、神々が話し合って決めるとかですね、はい、そういったところ民主主義って言われるんだったら、そういう話し合いの世界も古代からあったはずですしですね、あるいはそういう相手に対する思いやり、これ私はイマジネーションだと思うんですけど、相手のことが想像力で分かってしまうっていうですね、そういう特技をやっぱり持っているのが日本人だと思うんですね。なるほど。でそれがやはり戦前戦中まではですね、やっぱり相手外国に対して排他的になったから悪いって今言われがちなんですけども、そうじゃなくて世界をやっぱりあの時の当時ですらやっぱり見ててですね、でそれでやむを得ず戦争になって、まあいろいろ原因は負けた原因はあると思うんですけども、外国をですね排他的に必ずしも見てたわけでは私はなかったと思うんですね、はい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 、でそれがこう現代になってまだ続いてて、特に若い人がですね最近日本を好きでどこがいけないのという、で海外に行くにしろその日本で国内で住むにしろですね、やっぱり日本を好きと言ってはいけない何かすごく圧力をですね受けてるかのような息苦しさとか不安とかですねいう人、感情を持ってる人がどうも私が見てる限り多いんですね。あ、なるほど。でそうすると若い人が希望とか、まあ、いわゆる日本っていう国に誇りを持てないと、これはやっぱりゆくゆく将来非常にまずいんじゃないかっていう。そうですね、グローバリゼーションって言われますが、そういうなればなるほどその人のアイデンティティが問われる、アイデンティティがない人は相手にされないっていうかですね、はいはい、やっぱり日本のことを世界に行くと自分も日本のことをよく知ってるのかっていうことを逆に問われてしまうことがあって、日本のことを語れない人は国際人じゃないんじゃないかと思うこともあるんですね、そういう意味で日本の特性、相手のことをイマジネーションでバッとこう、はい、思い浮かべられるっていうことが一つ今おっしゃっていただいたんですけれども、はい、私は一つ非常に多様性のあるものをお互いこう共存するのを認め合うというかですね、はいはい、それが結構さっき多神教っていうおっしゃいましたけど、絶対的にこれが正しい、あとはダメっていう、白か黒か、あれかこれかではなくて、あれもこれもっていうのが一つ特性としてあるような気がするんですが、それの点はいかがでしょうかですね。私はだからその日本人の価値観っていうのはやっぱりA か B かイエスかノーかではなくて、その間があると思ってますですね、なるほど、はい、でその間って言うんですけど、はい、まあ、例えばですけどその歌舞伎とかですね、能とか、あるいはこのお花華道の世界ですね、はい、であるいはまあ、他にも日本の伝統文化っていうのがたくさんあるんですけど、はいはい、でこの間ちょっと私が言ったのはその、ま、舞の世界で日本舞踊っていうのがあるんですが、はい、日本舞踊の中にもその間っていうものがあってですね、はい、でそれをこう大事にするって、うん、まあ分かりやすい話で言いますとお笑いですよね、うん、で日本のお笑いっていうのはなんで笑わせるかというと、うん、間の面白さで笑わせるっていうことをお笑いの笑い芸人の方々はもう口揃えて今言う、うん、時代になってましてですね、うん、でいわゆるその間ってのはじゃあ何なのかっていうと、うん、
いわゆるその対立するものを A と B が 対立してるんであれば、はい、その間に入ると非常にそのいいことがあると、はい、で対立するのが正しいわけじゃなくて、それを仲裁したりですね、調整したり、はいはい、ね、あるいはそういうこう一緒にくっつけて融合させてみたりですね、そういったことが非常にその得意であって、でそれがまさにその受けているというですね、それが日本文化だと私は考えてるんですね。そうですね、まあ、経済なんかを見ても、はい、日本っていうのはすり合わせ型って言って、はい、で世界中からいろんなものを寄せ集めるんですが、それを寄せ集めて組み立てるだけじゃなくて、それをすり合わせて独自のものにしてしまうっていうかですね、今おっしゃったように A と B は全然本来は異質のものかもしれませんが、よく新結合って、シュンペーターが新結合って言いましたけど、日本こそ新結合が非常にうまい国民なんじゃないか、うん、でそれがなんか世界にこうバッとこう、日本っていいねっていうものを生み出してきてるような気がいたしますね、そうですね、はい、まあ、これは硬い話でもですね、政治経済でも、例えば外交の世界でも、この間私が面白かったなと思うのは、安倍総理が確かカナダでもトロントでのサミットだったと思うんですけど、トランプ大統領とですね、カナダの首相がですね、もうめちゃくちゃ対立すると。そうですね、それでガンガンやっても折り合いがつかないときに心臓頼むよってトランプ大統領が言って、で間に調整に入ったら、本当にまとまったっていうことがありまして、でこういうのを見ると、外交っていうのも対立するだけじゃなくて、で調整役がいないと結局できないっていうですね、でこれ日本のそのすごく私はメリットっていうかアドバンテージを持てる部分だと思ってましてですね、そうですね、今 G7 の国々の中で見ても、安倍さんとメルケルが最高裁になってありましたが、メルケルさんも最近ドイツの政局でかなり弱っているという状態ですし、はい、まあ、ドイツ自体がいろんな問題を抱えているようになってきて、それで私これ聞いた話ですが、例えば G7 みたいな会合でいくと、最近トランプとヨーロッパ勢がかなり対立することが多くてですね、はい、この間の貿易問題もそうでしたけれども、そういう時に心臓の何を言うか聞いてみようよっていうでヨーロッパも聞いてくるし、アメリカもトランプも聞いてくると、で 安倍総理の一言で、じゃあそれで行こうって決まっちゃうっていう場面が結構多いって聞きましたですね、いやイニシアチブ取ってますよね、現実に取ってますんで、まあ、いろいろ批判したいマスコミがいっぱいいて、ボロクソに安倍さんの外交悪いとか、アベノミクス悪いって言ってる人がいますけど、まあ、別に持ち上げるわけじゃなくても、結果的に結果をちゃんと残してるっていう、そういうことはやった多々ある、いい部分もあると思うんでですね、悪い部分もあるってことはあると思うんですけど、まあ、そういうのを両方認め合うっていうか、そうですね、それがこう今まで戦後の日本というのはなかなか欠けてきたんじゃないかなと、今の安倍さんがそうやって、はい、まあ、いわゆる他の首脳たちを事実上リードしているっていうですね、はいはい、でつまりこれは世界をリードしてるって言いますかですね、日本の宰相が、日本の指導者が世界をリードしてるっていうのは、国家開闢以来なかったんじゃないか、そうですね、そういう意味ではですね、これすごいことが起こってるんじゃないかっていう気がしないでもないんです、はい、まあ本当にまあインテリジェンスって言いますかですね、もう必要ですし、あらゆる知恵とかいう工夫とか勇気とかですね、そういったものが全部やっぱり揃ってないとリーダー、というふうにはならないと思うんでですね、そうですね、でそういう意味で盛りかけ問題とかいろんな問題があって、はい、なんか安倍おろしみたいな動きがあったりして、私は国益、大きな目で国益で考えたときに、安倍さんがいい人か悪い人かそれは別問題として、はい、今ここまで継続した安倍外交、地球儀を俯瞰する外交をやって、まさに調整ですよね、そうですね、そういうことをやって、その安倍さんが日本の大事な資産としてですね、絶対もうちょっとしばらく安倍さんにやってもらわなきゃいけないっていうのは、まあ中立的な立場から見てもですね、そんな風に見えるんですけどですね、はい、本当総裁選では多分そうなってきつつあると思うんで、そうですね、まあこれからだから調整がなぜ大事かっていうのをちょっと、お話しさせていただくとですね、でいわゆるそのこれまでは対立型できたと、で今多文化共生とかですね、多様化の時代だって言われて、でそれをこうバラバラにやってもしょうがないんですね、
でそれをその果たして統合するのか、そのバラバラのままにしとくのかっていう、うん、あの問題の立て方が一つあって、うんうんうん、でそれをいずれにしても調整しなければ、うん、どちらも、うん、あの統合融合もできないし、うん、分散、うん、あの多極化もできないっていうことだと私は思うんですね。そうですね。でそれでまあ結局その日本っていうのはそういうこうあの間に立って何かこうやるとかですね、でそういうコーディネートもそうですけども、あとサービス業なんかも、あの非常にやっぱり日本のサービス業が優れてるっていうのは、相手にあのと相手の気持ちに立って両方うまく調整する、あるいはその相手のあの気持ちをですね、自分のものとしてあの押し量ってですね、それから行動できるっていうですね、非常にそのそういう面では優れたものを持ってるからこそ、あのその産業も発展、ビジネスも発達する、うんうんうん、してきたっていう歴史があると思うんですね。そうですね。よくこれは一帯一路構想って今中国がどんどんやって、はいはい、もう今アフリカまでどんどん出ていってですね、で、まあ、金の力っていうかすごい力でやってるんですが、でもやっぱり日本人はそこはちょっと違うものを出していかなきゃいけないと、はい、でその時に私中国の方に言ったことあるんですが、うん、日本の国民性は共に働き共に分かち合うってことだと、相手の目線になって一緒に考えていくことなんだと、うんうん、それが中国はできないと信頼できませんよって話をしたことがあるんですが、そういう意味で日本っていうのはその面で非常に信頼されてるのかなという感じがいたしますね、はいはい、そうですよね。まあ、これからますますそういう能力っていうのが大事にされるっていうか、はい、そうですね、これから必要になる時代が来ると思いますんでですね、はい、まあぜひ、まあ、松尾先生とはですね、そういう危機管理まあ、リスクコントロールもそうですけど、はい、サイバー、まあ、いわゆるサイバー攻撃とかですね、はいはい、相手っていうのはどうもそのやっぱり、うん、こちらの善意だけじゃなくて、はい、悪意で攻撃してくる人もいるわけですね。でそれに対してどうやって防御 すべきかって、結局、うん、日本が今まで批判されてたのはそういうこう性善説だけでやってきて、でそういう性悪説には立ち向かえなかったんじゃないかっていうですね、言われ方をすることもあろうかと思うんですけど、なるほど、まあ、松尾先生に その辺もですね、ぜひちょっとこれから一緒に何かをですねやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、そういう意味で私日本が戦後ですね、戦後システムっていう言葉がありますけれども、はい、戦後の日本って本当の日本らしい日本だったのかなっていう気がしないでもないですね。はいはい、で私昔経済史を大学で教えてたことがあるんですが、はい、財務省からカートポストで東京医科歯科大学の教授って、うん、何やるかっていうと歴史とかそういうのや経済学とか教えてくれって言うんですけど、それで初めて私日本の戦前の経済史をこう調べていったら非常に面白いことが分かって、戦後と全くパラダイムが違うんですね。戦前で、もう非常に自由ですし、うん、か中央集権のものともせず、はい、文献型ですしですね、うんうんうん、それで特に驚いたのはこのやっぱり戦後の日本っていうのが1937年の支那事変の時から急に統制経済に入ってですね、その時から日本がガラッと変わっちゃったと、はいはい、で戦後もずっとそれを官僚機構を残したまんまですね、うん、GHQ も官僚機構を残した方が、まあ、統治しやすかったということがあって、それが戦前は内務省、戦後は大蔵省を中心となってですね、うんうん、全部その機構を残したまま目標が軍事から経済成長に変わっただけだと、はい、それで発展していた。でそういう意味で日本っていうのはちょっと特殊な状況をもう70年ぐらいにわたって維持しちゃって、本当の日本らしさと違うんじゃないかなって思うことがありますね。おっしゃる通りですね。だからいわゆるその、多くのものがあって、まあ、いわゆる多極化多様化しても構わないと思ってたはずだし、はいはいで、まあ、それが現れてるのはその例えばメディアっていう分野でもですね、はい、まあ、例えばその一県一市体制っていうのがあるんですね、はいはい、各県を都道府県ごとに新聞っていうのが地方紙っていうのが一紙ずつあるんですけど、あれはだから1940年にできた体制でですね、で本来地方に私いろんなメディアがあっていいと思うんですけども、それを無理やり一紙だけにしちゃって、でそれでなんとなく普通の国民はそれが正しいものだと、そういうことなんですね、思わされてるっていうですね気がするんですけどね。いろんなところでそれが戦後残っているような感じがしますですね。はい、
あの中央文献って言葉もありますけれども、じゃあかといって戦後の日本は中央集権なのかっていうと、結構各省庁それぞれの業界が乱立併存して統合性がないと、という問題もあって、で今ちょっとあの官邸の力を強化しすぎだって批判も浴びてますけれども、でも日本らしい仕組みって何なのかなってことはちょっと真剣に考えなきゃいけないなって思ってますね。はい、まあ本当お金もそうですし、人事で人の、あの人の問題ですね、あと組織セクショナリズムも含めてですね、まあいろんなその今現代が、まあ、あの戦後73年経ってきて、そうですね、いろんなやっぱり沈みというか劣化もんでるでしょうしですね、いろんな問題が出てきてると思うんですね。そうですね。でその中であの先ほど先生がおっしゃったあの日本の危機管理の問題もですね、まあ、戦前はあの防災教育をやってたのが GHQ が戦後禁止してずっとなされてなかったっていうの、まあ、最近ようやく学習指導要領で復活したっていう、そういうところから見てなんか基本的なところをちょっと本来我々がコミュニティの中で培ってきたものを含めてですね、なんかこう見失っているような感じが、その中に危機管理があるような気が私はしてるんで、この分野でぜひあの、まあ、さっき性善説だけな性悪説ってありますけれども、我々が性善説で生きていけるようにもためにもですね、我々を性悪説で守っていくというか、ちょっとそういうのが必要なのかなという感じはいたしますですね。もともと日本というのは、まあ、天災で自然災害というのはいつ起こるかわからないという、まあ、そういう地理的条件に置かれている国だと思うんですね。でそうするとその、まあ、別に悪いと思わなくても自然を悪いとかって考えてなくても、もう起こるもんだからもう仕方がないんで対処するっていう、そういう気質というか気風がやっぱり、あの国民性っていうのがあったと思うんですね。なるほど。それがこう今あのいわゆるあのダメだった、あの自然っていうのを、あのなんとかこうあの破壊しようとかですね、あのコントロールしようとか、そういう話になってくるわけですけど、これも私限界がやっぱりあると思うんですね。じゃ あの結論としてそういうあの自然災害への例えばあの危機管理っていうのはどうすればいいのかっていうのは、まさにあの松田先生が今やってらっしゃるあのドローンとかですね、そういったもので一番いち早く、この家が危ないとかですね、この、 あの地層が危ないとか、それをいち早く察知する情報をですね、察知する察する力ですよね。そうですね、はい、あの私は今防災でなるほどと思ったのはですね、あの防災に対するまず知識とかですね、それから言い伝えられているここがこうなったら危ない、こんなことがあったとか、そういうものをきちっとあのみんなでコミュニティで共有し合いということと、発災の瞬間に適切な行動をどう取っていくかということと、その時にコミュニティが一番大事だったんですね。行政 は後から来るんで頼りになる、まず発災の瞬間にどうするか、一番頼りになるのはあのコミュニティだって話も聞いたんで、いろんな情報技術を活用して日本型のコミュニティで防災っていうのを作っていくと、で今おっしゃったドローンとかそういうもので、細かくその実態、まあ、バーチャルリアリティっていうのもありますから、この地域住民の方々が我が町で何が起こるのかっていうのを共有して、じゃあこういう時こうしようっていう一種の暗黙のこうなんかそういうことを作っておいて、共に助け合っていくっていうかですね、で結局ハードでいくら堤防を作っても、キリがないですし、自然に対峙しようとしてもこれは無理なんで、やっぱりここは日本型の共生型の防災っていうのが、なんかできないかなと。そうですね、共有地っていうか、いわゆるそのコミュニティで共有する、情報とか、あの知識、インテリジェンスですね、そういうのがあればすごいあの防災にも役立つし、まあ、ひいてはそういういい社会づくり、あの共同体作りっていうのもできるっていうふうに思いますね。ですからせっかくここまでいろんな科学技術が発展してるんで、今こそ本来の日本社会を科学技術がきちんと支えてですね、で今の時代に適合した日本らしい社会を作っていくっていうことが大事じゃないかなというふうに思います。そうですね、まあ私から言わせていただきますと、まあ、私もあの情報の専門家っていうのを辞任してましてですね、いろんなその、まあ、あの危機管理、震災、まあ、人災、政治から行政から、経済までいろいろやって、社会事件までですね、やってまいりましたけど、基本的にはその情報っていうのはですね、
いわゆる捉える人によって価値っていうのは違うんですけども、はい、大事なのはその部分最適を見るか、うん、全体最適を見るかだと思うんですね、はい、で部分最適っていうのはその人にとって都合のいい情報しか見ないっていうのが部分最適だと思うんです、ね、あるいは組織ですね。で全体最適っていうのは国とかですね、はい、その生きてる人コミュニティ全体のことを考える、はい、そういうこう捉えられる能力、うんそういった人がすごく今まさに大事になってきてると思うんですけど、うん私は別にお世辞言うわけじゃないですけど、松田先生はもうそういう全体最適を考えられる人だと思ってますんでですね、情報学っていう独自の分野があるってことはほとんどの人は知らない、はい、そうなんですね、これ一つ体系化された学問として、はい、また私はあれなんですね、他の国は先進国は結構危機管理用の専門とする官庁があるああそうですね、アメリカにはフィーマがあったりとかですね、はい、ですね国土安全だっていうのをやってますし、それから日本はそれぞれ防災に当たるところあるんですけども、うん、もうやっぱり縦割りになっていて使われる用語も違うっていう、はい、そこはやっぱり普段から情報学とか危機管理だとか、それを独自の専門分野としてそういった体系化していって蓄積していって、いざという有事の時には、もうそれなりの機動的な能力を持っているというものがあって、でこそ安心な社会になると思うんですが、その辺先生はどんなふうに思いますか、やっぱりあれですね、共通のその認識、はいはい、あるいは共通の情報、はい、まあ強いて言うと共通のインテリジェンスっていうのがもし日本人にあるとすれば、はい、当然そういう危機管理に対してもですね、はい、ある程度のその認識を高めておくっていうのは当然だと思いますし、今まさにそういうさっきの防災訓練なんかの話でも、各自治体で独自にやり始めたりですね、自分たちで自分たち の, その社会のことを考えようっていうことを危機管理から、また私は始まってきてるんじゃないかと思うんですね。そうですね、はいはい、そうですね。そうするとやはり松田先生がやられてるそのことっていうのは、まあ共通 の,、はい、知恵ですね、やっぱり、はい、日本人の知恵として防災、いわゆる危機管理リスクコントロールというのはやっぱり必要なんだと、はい、で絶対これが必要だからこそこう日本人は今まさに動き始めてるんじゃないかなっていう気が、はいはい、本当にしてならないんですけどね。情報というのはそれなりに価値があり、それなりのコストもかかるんだっていうことは、はい、日本の企業もまだ十分に認識してないっていう、はい、それがサイバーセキュリティの遅れになったりしているところがありますので、はい、この情報ということの大切さ、情報をどう扱ったらいいのか、まあ情報にも一次情報二次情報いろんな情報があると思いますけども、はい、その辺はちょっと山村先生にもこれからどんどんお知恵を出していただいてですね、そうですね、で私の方も危機管理に生かしていきたいと思っているところなんです、はい、本当だから、やっぱり正しい情報を、特に危ない災害の時とかですね、そういった時は正しい情報をどうやって自分たちで入手、あるいはその把握をするかっていうことが一番大事だと思うんですね。ですね。で、そのためにはやっぱり確認の手段とかですね、いわゆる一人一人それぞれネットワークを持って、まあ情報をですね、自分がためになる情報をですね、入手できる手段っていうのを持っておくっていうのが一番だと思いますしですね、まあ、これからますます情報が私は大事な大切な、はい、時代になってくると思います。まさにそうですね。もう情報化社会って言いますけれども、はい、アルビン・ドフラーが第三の波で情報革命と、でこれは私はもう別のところでも言ってるんですが、今度は、いろんなデバイスが人間に入り込んで生態革命、人間革命が起こる、でそういう時に変な情報がネットを通じて自分の体に入ってきたり、はい、自分の脳をコントロールしたりすると、これは戦後日本はいろんなところから洗脳されてきたなんて言えますけれども、はい、まさにこのネットを通じて日本人の洗脳みたいなことが起こってはいけませんしですね、その面からも情報武装というのをですね、日本も考えて日本の予算を守っていかなきゃいけないですね。あらゆる面での松田先生とはですね、カウンターインテリジェンスを含めてですね、はい、インテリジェンスを高めていく、はい、作業をですね、お互いに、はい、やらせていただければと思っております。よろしくお願いします。最後に今クールジャパンなんて言われてますが、はいはい、日本のやってることはなんとなくかっこいいっていうかですね、はい、で日本の国際的影響力っていうのは宣教師じゃないと、
特定の普遍的な理念をこれが正しいんだっていうんじゃなくて、日本人が普通にやってることが外国人から見たら、あれいいことやってるんじゃないっていう影響力じゃないかと思うんですが、そういう点で日本の在り方っていうのはどんなふうにお考えですか。要するに あんまり恥ずかしがらない方がいいと思うんですね。なるほど。自分たちがこう外国に劣ってるとかですね、卑下してる自分たちの行いが悪いからのような行為とか考え方っていうのは、もうそろそろもう一切捨ててですね、はい、もうゼロからですね、自分たちの積み立て、積み上げてきたものを、あるいはその自信を持ってやってきたことを堂々と訴えかけた方が、むしろ私の経験則上やっぱり海外の人ともうまくいくっていうケースが本当に増えてそうですね。で、日本人がやっぱり自信持ってないと、リーダーがいつまでたっても出ない、外国との関係においてもあらゆるビジネスにおいてもですね、うまくいかないっていうケースが今どんどん出てきてると思うんでですね、でそういう意味でやはり今までやってきた、食材意識みたいなものっていうのを一回とにかくリセットしてもらうっていうのが、そうですね。それと同時に私すごく優れた人材が海外で活躍して、はい、で日本に帰ってくるって、日本の国内でなんとなくこう足を引っ張り合うようなところが、はい、ちょっと残念なんですが、やっぱり我々自身が日本の良さを自信を持ちですね、もともと多様性を認め合う多神教の国なんですから、お互いをこう尊重し合って、で日本の良さを、皆さんでこう相乗効果を高めていくようなですね、そういう意識改革も必要じゃないかなというふうに思っています。面白いですね。日本の役割っていうのは本当に大きな、時代に差し掛かってきてると思うんでですね、そうですね、世界の課題先進国というより課題解決先進国、日本モデルっていうのはやっぱり、そういう使命を我々追ってるんじゃないかなというふうに思っております。そうですね、はい、ぜひご一緒にやって、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。